ちょうど窓の方を向いているから顔が光っちゃうな。こんにちは。いやー今日はねお家に帰って、まあ、昨日帰ってきたんですけど寒くてもう実家でさストーブつけてぬくぬくのお家で過ごしてたらストーブない家寒いんですよね。あったかい格好したらいいんですけど。こんにちは。寒いのでお布団の中で配信しています。仕事中、お仕事お疲れ様、かわいい、ありがとう。こんにちは。でもね、見て、毛布を導入したんです。我が家でもついに。今までこのさふわふわの布団1枚で寝てたんですけど、ついに毛布を導入いたしまして、暖かくなりました。イエーイ。お布団レベルアップした。こんにちは。でもね、これだけでも全然寒くなかったんですよ。そう、でもほんとここ年末のね、ほんとね28、29、30ぐらいで、ほんとね年末2日間ぐらいね、朝寒くて布団から出られない時期があって、まああんま布団の中温まっても布団あんま関係ないんですけど、まあなんか朝寒いなって時があって、年明けたら毛布いるなと思ってね買いました。こんにちは。ニトリのなんかあったかい毛布みたいなやつ、4000円ぐらいのやつですね。こんにちは。寒いから布団乾燥機で温まってます。私も布団乾燥機で布団を温めにして寝てる。温めにして20分ぐらい布団の中温めてから寝てます。こんにちは。めっちゃ今肩上がってた、知らぬ間に。お部屋でモコモコした服は着ないの？あるんだけどね、着たり着なかったり。なんかお風呂入ってから寝るまでに時間がちょっと空いちゃうときは来たりするんですけど、最近お風呂入ったらすぐ布団入るから最近着てないですね。くにちゃん、ちょっとお風呂入るのがね遅くなっちゃうからね。こんにちは。ちょっと飲み物取ってくる。そこにあるんだよ、ペットボトルが。よいしょ。よいしょ。もっと。でもあとちょっとしかなかった。水はいっぱい飲まなくちゃね。今日の目標は2リットル。現在500しか飲んでないですね。もう午後になるのに、夕方なのにね、足りてません。今日夜レッスンなんで夜めっちゃ飲めると思います。こんにちは。なんか今日朝起きたらめちゃくちゃ喉痛くてさ、今も喉めっちゃ痛いんですけど、喉風邪ひかないといいなと思ってる。こんにちは。喉から風邪ひいたら最悪じゃんね、この時期に。なんかさ、多分さ、お家が乾燥してて、それでマスクしないで寝ちゃったから、そのまま喉潰しちゃった。痛いでござる。
こんにちは。なんか久しぶりに帰ってきたからめちゃくちゃ乾燥してて、洗濯物干してないと乾燥すんだよね、部屋が。めっちゃ喉痛い。今日はマスクして寝ます。いや、この時期にね風邪ひくと本当ややこしいからね、風邪ひきたくないんですよ。でもさ、結構その寝るときに、ね、朝起きて喉痛くてそっから風邪に発展することが、まあ、なくはないというか割と頻発するので、今日ちょっとあったかい格好をして、そう、風邪に発展させないように気をつけます。こんにちは。昼配信無理ずるし、イエーイ。すいません、もう三日も終わったのにこんな時間にやっちゃって。キランさん、今日も10個ありがとうございます。そう、今体調崩すと本当ややこしいからね。そうなんです。思ったより風強くて寒かったから色気をつけて、あ、でもね、昼間はね買い物に出ましたよ。ずっと家を空けてたので食べ物がないやと思って、野菜とか卵とか牛乳とか買いに行ってきたんで、夜はねもっと冷えるからちょっとあったかい格好していこうと思ってます。でも今日買い物に行ったら、やっぱまだ年始休業で全然お店開いてない、個人店とかは本当開いてなくて、全然なんかいつもの通りがすごい人少なかった。こんにちは。昨日帰ってきて、昨日の夜も家まで歩いたんだけどさ、駅からいつもより人がいなすぎて、あ、正月やなって思ってる。正月やなって思って歩いてた昨日。こんにちは。まあ昼間はね普通に人いたけどね、そう、夜は本当にいつもより人いなかった。ぐらいまで市場が休みで、なんか5日からって店が多かったような気がする。まあ今日はね夜レッスンなので、それまでにねいろいろ終わらせなきゃなと思って、買い物に行ったりとか、ご飯の作り置きしたりとかしました。お家帰ってたんでキャリーもちょっと片付けたりして、あの今年の目標はダラダラ時間を減らすっていう目標なので、今日はほとんどダラダラしてないかな。横にもなってないし、まず朝起きてストレッチして、朝ごはん食べてメイクして買い物行って帰ってきてご飯作って、お昼ご飯食べて今って感じかな。お昼ご飯が遅かったからさ、そう、午後だったからこの時間って感じですね。
その片付けとか終わってトータルでね、あ、そうだ、アップルウォッチのケース買いました。ほら黄色、黄色です。でも黄色可愛いんだけどさ、このここのバンドと色が合ってなくてダサいんですよね。こうなるとここのバンドも変えたくなってるんで、ちょっと近々変えるかもしれない。純正高いんだよな。そう、黄色可愛いよね。なんかよく見たらアップルウォッチもなんだかんだちょっと傷ついてた。やっぱカバーつけんとダメね。ちょっとだけ触りが聞きにくくなったかな。そんなほぼ変わんないけど。そう、こんにちは。サリン、こんにちは。こんにちは。アップルウォッチ便利。純正カバーっていくらぐらいなの？純正でカバーって出てるんですか？純正のカバーは知らないけど、このバンド、ここ腕時計のこのバンドの部分はね、5000円ぐらいする気がする。そんなもんだった気がする。高いやつは1万円全然超えていくけど、一番安いのでも5000円ぐらいするから早々に変えられないよね。今このさ、純正のこのなんか一番オーソドックスなやつつけてるんですけど、これの黄色が欲しいね。全部黄色にしたら絶対可愛いと思うんだよな。って思っています。でも高いから悩む。こんにちは、こんにちは。そう、バンドの取り替えは全然簡単ですね。私も全部黄色にしちゃおうと。お、おそろや、いいね。こんにちは。サムス、あとさやが気になってるバンドは純正のなんかいっぱい穴開いてるやつ知ってる？なんかこれはさ、一直線にこうやって線が線一直線に穴が開いてる普通の腕時計みたいなやつなんだけど、なんかいっぱいこうやって穴が開いてるやつがあって、こうやってあれが可愛い。あれも黄色が欲しいから、どっちか選ぼうっと。スポーツ用っぽいやつ、あ、そうそうそう、なんか換気何、通気性が良さそうなやつあれにしたかったけど高いからやめちゃったんだ、あの一番最初に買うとき。こんにちは。12日のコンサートは？とは12日のコンサートの何を聞いてんのか分かんないんだけど、とは、とは。こんにちは。夏とか別にバンド関係なくない？純正じゃないバンド1本買ったけど長かった。やっぱ純正の方がそのいいね。そりゃそうよね、もうそのために作ってるんだもんね。純正じゃないやつの方が安いんだけど、なんせいろいろ高くてな、何を買うにも。アップルはその分物がいいんだけどね。こんにちは。
寒っ。なんかさ、年末はなんだろう、エアコン5分ぐらいつければ部屋中温まってたのに、年明けてから寒くなったんかな。またあんまりエアコンつけても部屋が温まんないんだよね。なんかずっと寒いんだよね。年末もこんなもんだったのかな。さやが記憶補正してるのかな、暖かかったなってわかんないんですけど。なんか年明けてから寒いですけど、なんか昨日の夜帰ってきたらめちゃくちゃ部屋、あ、でもなんか実家に比べたら全然あったかいか。うちの実家とかさ、昼間外出てお家帰ってくるとさ、全然5度とかなんですよ、室温が。寒い、コート脱げないやんって帰ってくるんですけど、それに比べたらね、こっちの家は12度とかだったんで、全然あったかかったな。そう考えればここの部屋にしては寒かったけど、隣の住人とかが休みで暖房つけてないと壁が冷えてる感じする。え、確かに、なんかいつも壁に寄りかかってる時はそんなに冷えるなって感じしないけど、今日壁に寄りかかってたらマジで背中からどんどん冷えていくから、今枕をさ背中にして今座ってるんだけどさ、めっちゃわかる、絶対それだ。さえも思ったんだよね、隣の人暖房つけてないのかなってさっきちょっと思ったんだけど、多分そういうことですよね、つけてないんだろうね、いないんだろうな今家に、実家に帰ってんのか。こんにちは。実家マジ寒いですよね。そう、でもいろんなありとあらゆる部屋でストーブ焚いてるもんね。こんにちは。うちはエアコンとストーブどっちもつける。リビングは寝る部屋はストーブで温めた上で布団乾燥機で布団温めてる。そう、あー眠くなってきちゃった。ショールームするとすぐ眠くなるんだよな、まったりしちゃうんだろうな心が。こんにちは。めちゃくちゃ今眠い、やばい。また支離滅裂な話になっちゃいそう、嫌になっちゃうな。今寝たら最高に気持ちいいだろうなっていう眠気。こんにちは。でも普通にこの時間に寝るとなんか生活リズム崩れるから、ショールームやっててもやってなくても寝たくない時間だな。こんにちは。それだけストーブ使ったら燃料費高そう。まあ雪国はしょうがないよね、寒いんだもん。燃料費が高くたって死ぬよりマシだからね。この時間くらい寝たらめっちゃ気持ちよさそう。いやーめちゃくちゃ気持ちいいだろうね。昼寝っていいよね、わかる。こんにちは。あー眠いまずい、とっても眠たい。
レッスンの前にちょっと寝てた方がいいかななんで今こんな眠たいんだろう結構睡眠とったはずなんだけどびっくりびっくりですねはあ今日はね夜もねそんな長くないと思うけど配信しようかなと思ってますので暇があれば見に来てください結構10時とか11時とか遅い時間だとは思いますこんにちはでもずっと寒いめちゃくちゃ寒い冷えてきたいやさなんかさヒートテックを着ればいいんだけどさこのあとレッスンだからさレッスンの時にヒートテック着てたらさ暑くて死んじゃうからって思ったらでもレッスンの前にヒートテックだけ脱ぐのもめんどくさいなってなってでもあと家の中だしと思ってたら寒いんだよねトレーナー一枚だといろいろねヒートテック着てたら汗だくどころではないからね熱っってなるゲームたいな眠いとさ頭がぼーっとしてくるよね思考停止状態になる非常によろしくないなんでショールームしてるとこんな眠くなってくるんだろう不思議なんだけど私マジで不思議ちょっとレッスンまでに一睡ぐらいしようかななんか普通にレッスン集中できなさそう眠すぎてね集中しないとダンス覚えられないからねちょっとお水がなくなっちゃったのでお水汲んできますこれでお水を汲むために立ち上がればちょっと眠気が覚めるような気がするちょっと行ってくるねみんなよいしょ目を覚ませちょっと待って、廊下寒っ。何これ。廊下寒すぎ。ちなみにこの部屋の室温は21度。今21度です、この部屋。よいしょ。あ、ちょっと目覚めた。ちょっと目覚めた。ああ。寒かった廊下。こんにちは。いくら寒い地域出身でも寒いのには慣れちゃう。あ、寒いのは寒い。住んでる地域になれる。住んでる地域になれるっていうかさ、寒い地域ってさ、家の中は暖かいんですよ。温めるから。だから外が寒いのは結構余裕なんですよ。東京の寒さって。でも家の中は実家の方が全然温めてるから、家の中は寒いんだよね。実際こっちの方がそう っていうからくり
まあ長野だからあれだけど、北海道とかはね、半袖で過ごせるぐらい家の中温めるらしいからね。さすがにうちはそこまで温めないけどこんにちは。さすがにうちはそこまで温めないんですけど、そんな感じだからね、北海道もね。東京の方がなんなら寒いまである、家の中とか。でもなんか外の寒さは本当、東京は別になんか大したことないなって思う。もう長野は痛い、冷たい風が痛い。東京はまだ寒い、セーフ。冬好きなんだけどね、家の中が寒いのはちょっと辛いね。そう、てか思ったけど、この正月背景はいつまでなんだろう。イベントが終わるまでかな、6日とかか。三が日で終わるかと思ったらまだ可愛い背景だ。こんにちは、こんにちは。おねむちゃんすぎてめちゃくちゃまったり配信してる。今布団の中にいるしまったり寒いぜ。まったりしてるけど寒い。あ、そう、春の七草がゆっていつ食べるのが正解なの？4月4日、あ、違う、1月のいつ。なんか最近スーパーに七草がゆ用のお野菜セットみたいなやつ売ってますよね。いつだったっけ。こんにちは。七草がゆ結構なんだかんだ毎年ママが作ってくれて食べてたような気がするけど、今年は食べないですね多分。自分では作んないだろうな。自分でもさ、その季節感のある食べ物というか、そういうの作ったらいいんだけど、なんかこう作んないんだよね。こんにちは、こんにちは。お、仕事行ってらっしゃい、頑張って。まあそんな感じでちょっとぼちぼち終わろうかな。レッスンの準備もしなきゃいけないし、レッスンまでに10分ぐらいだけ仮眠取っていこうと思います。脳みそが今動いてないので、ダンス覚えられなさそうだから一休憩してから行こうと思います。そう、仕事始めです。このあと1月7日に食べる。あ、そうなんだ。七草がゆ7日だけにね。なるほど。じゃあ、でも七草がゆの七草別にそんなに好きじゃないやつ多いからな、あんまやっぱり作んないかもしれない。ちょっと作ろうかなって一生思ったけど、やっぱり作んないと思う。まあみんなも七草がゆ食べる機会があったら食べてね10分だけってできるの？え、それ昼寝10分だけってできるくない？え、逆にみんなできないですか？7日に食べて胃をいたわる。あ、なるほどね。お正月で食べ過ぎちゃった、食べ過ぎて酷使しちゃった胃袋をいたわって七草がゆを食べると。素敵ね。ではランキング見ます。13位さとちゃんありがとうございます。12位佐々木俊介さんありがとうございます。11位やすさんありがとうございます。10位はさっぴさんありがとうございます。9位ちゃん将軍さんありがとうございます。8位けんけんさんありがとうございます。7位ともつさんありがとうございます。6位ぴょんのまんさんありがとうございます。5位やきゅうみさんありがとうございます。4位とてもきんきんさんありがとうございます。3位と成功到底さんありがとうございます。2位マダリンさんありがとうございます。そして1位はあきらんさんありがとうございます。イエーイ。
ということで、こんな急にねやってしまいましたが、お付き合いいただきましてありがとうございました。ではまた頑張ってください。午後も夜またお会いしましょう。バイバーイ。夜もしなんか死ぬほど疲れてたら、もしかしたら配信ないかもしれないんですけど、起こないでください。多分やります。バイバーイ。